さあ、それでは今日もボンドボディの様子をお伝えしたいと思います。早速度がつく新車の G6 さんが運ばれてきました。はい、これがなんとちょっとすごいことするみたいなのでこの後紹介したいと思います。でその前にちょっと高橋さんを踊りましょう。はい、今日も登場高橋さんです。はい、高橋です。よろしくお願いします。あの Vlog 形式にしたんでだいぶ緩くなると思うんですけど、高橋さん担当のこちらの RX、 はい、はい、これすごいことするんですよね。はい、そうです。色替えオールペンします。またまたなんとこちらの車をオールペイントしちゃうみたいです。はい、でこれがどうしましょう。色から言った方がいいですか。色からそうですね、もうガラッと。じゃあ発表してもらっていいでしょうか。ボディ同色部分を、ランボルギーニのなんだっけな、ジャッロインティ、はい、黄色ですね。スリーコートの黄色、なんとこれイエローにしちゃうみたいです。はい、これマジですか。マジで、はい、マジです。巻き木、巻き木、もうボンネット裏からドア内もすべて、はい、見えるとこ全部、はい、はい、まあ、例のごとくもうドア外すんですか。ドアも外します。ボンネットも外して、でこれすごくオーナー様が大切にされてずっと乗ってる車なんですね。そうですね、はい、はい、でなんか距離も結構もう大台越えで、距離もそうですね、結構走られてますね。はい、でよく見るとこういう、なんでそう、はい、女子のパーツとかいろいろこう少しくたびれた感じが。そうですね、もうしょうがないんですけど、はい、劣化してます。この辺もじゃあリフレッシュして、リフレッシュして、はい、こちらの純正のガンメタに合わせてぐるっと一周ガンメタでペイントします。じゃあまあ今回色替えはまあもちろんその目的であるんですけど、そのリフレッシュっていうのが、はい、リフレッシュもあります。結構石羽根もとかへこみも多いので、確かに、はい、全て直して。これどこどこなんですか。そうですね、こちらはそのまま磨くんですか。磨きます。はい、で全部やるみたいです。はい、でレクサスで塗装があれなんですよね、普通の車よりかも、はい、こう手が込んでるというか。そうですね、はい、でもちろんそれに負けないクオリティで、ま、もちろんもちろんです。みたいです。はい、こんな感じで。ホイールも最初からこれもう単造のオプションのホイールかなんかですかね。そうですね、TRD のオプションのホイールだと思います。はい、22インチでかっこいいです。意外にちょっと黄色似合いそうな感じが、はい、はい、してきました。でこちらのこうガンメタも揃って、ここも揃って、はい、RX イエローないですよね。 RX はイエローないと思います。 LC で最近イエロー出てると思うんですけど、はい、なんか限定車かなんか。はい、もう塗ってあるんですか。あ、いや、色板やばっ。メタリック結構入ってます。そう、パールが結構入ってます。パールなんですか、うん、これ全然真逆の色じゃないですか。真逆の色っす。これ僕ちょっとこれ後で言おうと思ってたんですけど、ええ、今年色彩限定合格いたしまして。あ、本当に合格、はい、見事3級保持者なんですよ私。、はい、でこの色味で言うと真逆の色なんですよ。青って結構思い出して、時計で言うと多分5時ぐらいの方向なんですよ。はい、はいはい、で黄色って多分真上12時。あ、ちょうどこの三原色のもうほぼ真逆の色だから、もう相当イメージ変わるっていう。で他のこの辺どうするんですか。そこもそうですね、ちょっとこうちょっと考えてます。ガンメタとイエローで。あー、なるほどなるほど、はい、メッキも今回すべて殺さずにここだけはちょっと、ガンメタか黄色か入れます。でこの辺の色の見え方もこう紺色に対してこの黒と、そうですね、黄色に対して黒とかでだいぶ見え方が変わってくるっていう。メッキもそうですよね。そうです、はい、そうなんです、勉強したんですよ。ちょっと偉そうに語ってます。、はい、なんでこの辺が、はい、やるみたいで。だからこうエンブレムとか全部外すんですよね。あ、もちろん交換します。でエンブレムだけはちょっと最後に黒くするかもしれないです。はい、ああ、なるほど、はい、この辺ちょっと手が入るみたいな。そうですね、はい、ボディション黄色なんでちょっと黄色とメッキがちょっと難しいところ。そうですね、そうですね、そうですね、僕もそう思います。なんでこれをちょっと経過を追ってご紹介させていただきたいと思います。ありがとうございます、高橋さん。はい、そして届いた車ちょっと紹介しましょうか。このマットブラックの G6 さん、もうスーパー新車、ド新車でございます。ホイールとかも超綺麗、ブレーキダストすらついてない状態です。ヘッドライトはナイトパッケージじゃないんだよ。はい、あ、変えるんすか。ナンバー800番だから。あ、それ出していいですか。出していいですか。なんかすごく意味深にナンバーが800だって言ってたんですけど、まあ、ちょっと鋭い方はもうお気づきだと思います。そういうことです。はい、やば
え、じゃあそれを見越しても希望ナンバーに。すげえなー。ちょっとじゃあふもさんにマイクをつけてどんなことをするのか聞いてみたいと思います。早速ふもさんにこの車を紹介してもらいたいと思います、はいはい、もうこれナンバーが、はい、めちゃめちゃ思わせぶりなナンバーになってますけども、はいはい、ちょっと内容をふもさんの方から発表してもらっていいですか。もうこれ何代目ですかね、うちで組むのが。ちょっと数えきれない。もう数えきれないぐらいやらせてもらってますけど、あのブラバス、ワイドスターの800です。はい、800馬力っすね。はい、ついにボンドボディでも、はい、直接やる日が来たという、はいはい、そうですね。で車が新車なんですね。ど新車、今ちょうど納車でディーラーで待ち合わせをしてお預かりしてディーラーさんからそのまま預かってきたんですか。そうです、その場でお預かりしました。お客さんも全く乗ってもないし、乗ってもない現地で確認しただけ。鍵をそのままトントントンで回ってしまいました。はい、をそのまま入庫いただいて、これからもうワイドスター、はい、例のもう何台も紹介しますからね、はいはい、やってください。ただワイドスターって結構こう、うん、バリエーションあるじゃないですか。はい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 、こってこてのから、うんはいうん、割とこうソフトに仕上げるのから、はいはい、どんな感じでやるのか教えてもらっていいですか。今回はもうコテコテというか、もうマットでがっつり全部カーボンもマットで仕上げて組むような感じに仕上げようと思ってます、はい、内容的にもじゃあほぼ全部つける感じですかね。ほぼ全部ですね、はい全部ですね、はい。まあ、まずこう気になるところとしてはこうボンネット乗せる乗せない問題があると思うんですよ。乗せます。そしてルーフもやるやらない、はい、乗せます、はい、あとプラスアルファのカーボンパーツ、カーボンパーツ、はい、リアの背面か、背面やります。もうそうだし、この辺はつけるんですか。あ、その辺はやらないです。あ、この辺やらないですか、うん、その辺はやら、その辺もやらないです。いろいろご案内はしたんですけど、はい、あまりそのカーボンを増やすっていうよりは全体でまとめたい感じ。元々シルエットが変わる部分に関してはつける。そうですね、はい、そして、はい、あと気になるところとしては、うん、この辺、はい、ですね。なんか初期モデルはナイトパッケージ仕様で、もともと黒くなって、マニアックタイヤとかもともと黒くなってた仕様だったみたいなんですけど、もう今こう白いレンズできちゃうので。え、初期だとあったんですか。初期のマニアックタイヤはブラックだったらしい。なんかマットブラックエディションとだとそれしかないとかって聞いたんですけど、なんか、ね、初期ロットは選ぶんですか。これどうなんだ、石井情報だからあれだけど、はい、それが Vlog です。で、まあ、あのこれできちゃうということで、はい、今回はまあブラックでヘッドライト、ウインカー全部黒いものに交換していきます、はい。これも地味にかかりますからね。地味にかかりますよ、はいはい。そしてあと気になるところといえば足元。そうですね、はい、スプリングは IID と、はい、のスローダウンを入れて、ブラバスのもの Y から Y 定番 のメッシュデザインのやつですね。そうです、はい、入れます。23すかじゃあ横浜でタイヤは当然黒いやつですか、はい、黒いやつです、はい。なるほど。それ確かでもあれですよね、うん、グロスブラックですよね。グロスです、はい、だからそこがちょっとねどうしようかなっていうところですよね。あ、まだそこは検討中な感じなんですね。どうしようかなっていう感じですね、はい、なるほど。結構お任せいただいてるところがあるので。あ、はい、そうなんですか。だからそのそうですね、マットっていうかグロス部分っていうとガラスぐらいしか なくなっちゃう感じなんですけど、冷静に考えるとまあそうですよね。だからホイールどうかな、マットでやっても面白いかもしれないですね。あと気になるところとしてはこの樹脂のところやります。一回どっちにしてもマットにするにしても何にしてもこれ脂肪なんで、はい、そこはちょっと一回するのと。あとこれでも冷静に考えたらマットまあまあ脂肪からマットにするってめちゃめちゃ分かりづらいですよ。そう言われなきゃ分かんないんだけど、はい、でも完成した時のこの全体の雰囲気が全然違うんですよね。違うよね、やっぱりだからやろうかなっていう感じ。でもすごく贅沢だと思いましたね。あとエンブレムとかこの辺どうするんですか。これは V あのあれが800が入っちゃう。あ、そっかそっかそっか、失礼しました。800が、はい、そうだ、はい、ここが赤で V8 ビターボどころじゃなかったですか。 ないですね、はい、800エンブレム、はい、入れます。でステップはステップはもううちお得意のやっぱりサテンですね。サテンブラックのカラープロテクションで貼ります。なるほど、はい、結構あれなんですよね、この角なんかすぐ傷になったりするんですけど、全然もう貼っとかないとっていうぐらい、やっぱその透明のプロテクション貼ってくださいっていうお客さんもいるんですけど、もうブラックアウトと同時にもうあのプロテクションもっていう方が多いので、だったらもうもともとカラープロテクションのものがあるんでっていう案内をすると、もうほぼ両方兼ねてるんでですね、ほとんどのお客さんがもうやっぱステップは貼ってくれっていう方が多いです。ここカスタム関係なく
もうちょっとイメージ変えたい人はもう全然やった方がいいですよね。そう、もう毎週毎週 2,3 台受注いただいてるのかな、かなり、はい、もう鉄板作業向こうで3本くらい3台分くらいステップだけ毎日ステップ貼ってるこれ別にカスタマイズ関係なく、はい、本当にここだけやりたいなっていうのそうですね、はい、あのご用命いただければすぐできると、はい、バッチリ。あとキャリパーはどうするんですか。入れます。あ、入れますよね、塗ります。はい、これは色は黒かな。黒でいきますか。黒かプラスチック。じゃあ徹底的に真っ黒になるんですね。そうなイメージかな、だから本当ちょっと、うん、どうかなっていうところもある。なんだか組んでってからキャリパー一番最後に塗ろうかな。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。合わせてみてかなと思ってます。確かにそれできるのボディのいいとこですね、うん、だから結構 V8 の800のエンブレム赤だから、はい、赤でも全然ありなの。赤で黒ブラバスでも全然ありなんだけど、全体が黒だからどうかなっていうところですか、ね、確かにショップに一回持ってっちゃうと、うん、また何か作業するんだとボディになっちゃうんですけど、そう行ったり来たり、ね、ボディでいろいろちょっと煮詰めていくっていうのはちょっといいかもしれないですね、うん、比較的お任せっていうお客さんが多分今までも多い。あ、そうなんですか。もう確定見ててもやっぱりその担当に任せお任せしますみたいな方が、はい、やっぱりもうワイドスターになると多分決めきれなくなってくるのかなと思うの。ちょっと甘いにもボリュームが大きいんで、でもなんか何台もやらせていただいてる中でうちでやるならこれかなっていうなんとなくイメージがあるので、それをおすすめしながら もちろんお客さんのお話も聞きながら最終的に形になればいいかなと思います。はい、あと取っ手とかってこれどうするんですか。この辺はそのままさ、ようだよね、余計なこと言うな。いやいやいやな、ど結局これも長く使うと、はい、なんとなく白くなってきちゃうからね、はい、このままの流れでちょっと内装見てみましょうか。内装めっちゃかっこいいですよね。いいね、はい、そして内装も触ったりするんですか。今のところは、はい、作戦に入ってない。入ってないです。なるほど、はい、この感じで、まあ、でもあのエントランスモールとか、はい、ブラバスに変わったりフロアマット、ペダル、あ、マットやりたいですね、うん、マット、ペダル、はい、あとはその辺かな、まあ、あとこの辺とか、うん、あ、ドアロックピンも、はい、変わります、はい、なるほど、うん、この辺も、もう元々今お乗りの、はいはい、ゲレンデ、前方のゲレンデに乗られてる方で。あ、そうなんすか。で、まあ、入れ替えじゃなくて今回増車、そのゲレンデも気に入ってて残しておきますとおっしゃってたんですけど、はいはい、その車自体もうブラバスのリップとかホイールとかもともと多分ブラバスが好きで、前の車でもブラバス組んで今回もっていう、今回もっていうか今回ワイドスターなんでなかなかですけどね、まあ、新旧でキャラクターも全然違いますからね。全然違いますね。2台持ちってめちゃめちゃ贅沢ですよね。贅沢ですね。しかも横ブラバスでいじるという、はい、そしてあと後ろ この辺とかもじゃあ触る感じですか。そこはあの仕事入れやっております、はい、そして後ろ、まあ、当然ホワイトスターのバンパーになって、うん、まあ、エンブレムなんかがブラバス800になるみたいです、はいはい、そして背面タイヤカバーのここがブラバス、はい、リフレクターだけちょっとその強いんで、はい、そこはスモークのフィルムを貼ろうかな。あ、なるほど、はい、じゃあ結構貼ってるんですよ。あ、そうなんですか。どうしてもテールランプやると、はい、そこの下の赤が結構目立っちゃうんで。確かに確かに確かに。でハイマウントはもともとスモークがかかってるんで。そう言われるとそうですね、うん、だからすご上は貼らずに下だけちょっと薄く貼ったりする感じが多いですかね、はい、であとは今回は800馬力にするっていうことで、はい、まあ、当然そのサブコンつけるのもそうなんですけど、はい、タービンを外して外してドイツ本国に送って加工してもらうっていう大作業が待ってるんで、はい、そうですね、結構納期かかりそうですね。一応完成まで40日間ぐらい、1ヶ月ちょっとって考えてるんですけど、まあ、このあと今週一番初めもタービンを外してでもう本国を送って、その間にもエアロだとかそういったものを進めてくる。なるほど、はい、じゃあ検討されている方、うん、もしいらっしゃったら、まあ、参考にしていただくといいんじゃないですか。そうですね、はい、はい、こんな感じでお届けいたしました、はいはい、というわけでオールペンの RX とあと800馬力になるゲレンデ今回紹介させていただいたんで、同時に進捗今後お伝えしたいと思います。ボンドチャンネル、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。
Thank you.